福岡県道、大分県道112号福岡日田線は、福岡県福岡市博多区から大分県日田市に至る一般県道である。起点から筑紫の島では国道3号と重複していたこともあるが、同国道の区間変更により単独区間となっている。また、福岡県朝倉郡筑前町から終点までは、朝倉市街地前後の区間を除いて、 国道386号と重複する。起点である、東冷江交差点福岡市、大野城市福岡市博多区の東冷江交差点が起点である。福岡空港の西側の住宅や店舗、事業所が密集する中を南東方向に進んでいく。篠野目町交差点から山田4丁多め交差点までは、東道路が福岡市と大野城市の市境となっている。 山田四丁目交差点を抜けて、大野城市に入り、今年の主人などを祀る雑所の熊恵比寿神社、イオン大野城、大野城市役所、大野城窓カピアを経て、河原田橋出牛首川を越え、大野小学校の前を経て、下大理団地の北側を通り五笠川を越えて、太宰府市に入る。太宰府市、筑紫野市太宰府市内では引き続き住宅や、事業所の中を抜け、 菅原道真を祀る、老松神社のそばを通り国道3号福岡南、バイパス、九州自動車道の下を抜け、関屋交差点に至る。関屋交差点を左折すると、太宰府市中心部や太宰府天満宮に行くことができる。道交差点を直進し、再び五笠川を越えて、国道3号福岡南、バイパスをくぐり抜け、西鉄天神大牟田セントフロー前駅をまたぎ越し、 JR とフロー南駅付近の住宅地を抜けて、筑紫野市に入る。筑紫野市内では、鹿児島本線と西鉄天神大牟田線に挟まれて南東に進み、JR 二日、市駅と西鉄紫駅の前を通る。石崎交差点で左にカーブして、東南東に向きを変え、西鉄天神大牟田線を踏切で越えて、浅倉街道駅の前を通り、 夢タウン筑紫野のある張り釣り交差点を通る。張り釣り交差点から3トルほどを進んで、筑前町に入る。筑前町、朝倉市筑前町に入り3 0 0ルほど進んだ、ところにある山稼働交差点から朝日、東交差点までは、国道200号との重複区間となる。この区間は、国道200号の旧道が降格する前は、国道200号ではなくこの区間も、 国道386号であった。朝日東交差点からは国道386号との重複区間となる。筑前町役場の前を通り南東方向に直進した先にある久光橋交差点から国道386号は左手のバイパスに進み、再び道路線の単独区間となり、筑前町役場支所を経て朝倉市の中心部を抜けていく。 その先にある小賀谷交差点で道路線の単独区間は終了する。同交差点から先は、全区間が国道386号との重複区間で、原鶴温泉を経て小和、西一丁目交差点に至る。小賀谷交差点以南の浅倉市内については、国道386号浅倉市を、大分県内については、国道386号日田市を参照。 トンネル起点から、ありがとうございます。